では早速やってみましょうかね。うわ懐かしい。音出てない？うん？音出てない？あれさっきも音出てたよね。この状態じゃ音出ないっけ？まだ。ああこの時からか。うわ懐かしい。ちょっと音の調整しよう。俺いつだ？これ1988年って出てました今画面上では。88年っていうことは俺10歳か。ん？なんかこれ横切れてんな。なんで切れてんだ。あ、なんか横切れてねこれ。これなんでそうしようか。この頃ってまだモテるっけ。カメモテるんだっけ。あモテた。そう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 、確かこれ飛ぶんだよね。そうそう飛ぶんですよ。そうそうそう、あ覚えてるもんだね。そうそうそう、あいいね、覚えてるね、覚えてるじゃん。失敗ですね。あれ？こんな早かったっけ？面終わるの。ああこの画面上普通だからじゃあ大丈夫だな。これがねもうちょっと時間が経つとタヌキマリオはあのふっ煙草のなんか着ぐるみみたいになりますから。いやーそうこれ、はい、危ない。取っちゃったじゃん。これ上いけるやつだろこれ絶対。あこっちが飛んでいけん。これ来た。お覚えてるもんだね。お覚えてるもんだ。なんだっけ、なんかアイテムが出てこなかったっけ。そうかそうだったっけ。あまずい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 。あ出ないよ出ないよ。どうして。あ、これ揃えたら、そうだ、揃えるんだ。そうだ。揃えると、ワンナップかなんかするんだよね、確かに。違ったっけ？あ、違う違う違う、これ、なんかどんどん倒し、あ、違った。よしよしよし。
意外と覚えてる。おー、来た。俺クリアしたんだっけな、なんかしてない気がするんだよな結局3って。兄貴がねやってたんですけどね。これなんだっけ。あー、どれにしようかな。いつでも真ん中だ。葉っぱ？葉っぱってキノコ？違う、キノコじゃない。葉っぱってキノコって何言ってんだ。ああそういうこと。ああそうでした、そうでした。あーこの理不尽感。感じる。理不尽感感じる。やっぱなんかあったよね。覚えてきた覚えてきた。よしよし、いいよいいよ。そうそう、この感じよ。ファミコンはこうでなくちゃ。そう、ファミコンはこうでなくちゃ。そうそう、そしてこう。あぶね。これなんだっけ、何に使うんだっけ。あラグい。いやいや、まあまあまあ、ワンナップ拾ってるからね。おやべえな、1クリアできないじゃん。え、もうその一面からこの手たらくて大丈夫か。大体これで亀踏み外すパターンだからな。よーしゃ、よし。お前なんやねん。あいつ無視していいのかな。お前なんやねん。ちょっと待てや。どういうこと。もういいやもう。よいしょ。舐めやがって。あーはい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 。ほんと令和になんで俺マリオやってんだろうねこれ。ふう、しかも3をな。マジ懐かしい。そしていい音楽だな、マリオは。やっぱ相変わらず。ああれ、ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれよ。いや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 、ドヘタクソにも程があるだろ。あ、こういう感じだったっけ。あーあー、カモン。ボス？ボス？ああ、おおおお、おいおいおいおお。よし。
覚えらんないんだよなこれ。バカにしやがって。あれがね、確かよし、わー、なんかそうそう、こういう感じだったね。この音楽名曲だよね、ほんと。色褪せない名曲。少年の心を揺さぶるよね。ふぅおぉあれ、もう終わった。違った。逆にスーパーマリオブラザーズファン向けに作んなかったら意味あんのかって。むしろさあ、ここからはもうやっぱね、尻尾なんていう中途半端なものを持つからいかんのですよ、人は。いや、クリアする。俺はこれクリアする。そうだ、そうだ、そこだ。そしてこうだ。よし。あっ！さあ、行くぞ。大変大変、大変大変、王様がこんな姿に変えられたよ。魔法の杖を取り返してください。関智一さんにはならないな。あー、来た来た来た。そうそうそう、これ初めて見た時すっごい興奮した。この船、いや、初めてこの船のやつを3D で見たときはすっごい本当にテンション上がった。やりやがった任天堂と思ったもん。めちゃくちゃドキドキするなと思って。このあれ、ボスだっけ？来た！なあ、もう！あ！そうだった。ああ、そうでした。そうそうそう。飛んでくんだよね。くそ。よっしゃ、リベンジじゃ、この野郎。やったるぞ、この野郎。ファイトオン！道具なんか使いやがって、卑怯者か。これいつもこう空中で取れるかどうかって結構やった記憶がある。杖を、よし、まずは一面クリア。
かったよかった、元の姿に戻れた。ありがとう。ピーチ姫から手紙が来ております。お元気ですか？もしお化けに出会ったら背中を向けていると追いかけてくるので気をつけてくださいね。宝物を一つ送ります。何かのお役に立ててください。ピーチ。いい女だ。よし、はい、ワールド2。なんだっけ、なんか毛虫みたいなの出てくる。ああ、そう、それいた、お前おったな。あ、なんか意外と当たり判定きついんだよな。これ入れない。あおし、何してる何してる、バカバカ、何してる、まあ、行かないで行かないで、えっ、行けない、ちょっとちょっと、ちゃ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 、バカ、誰こっち来んなよ。あ、おい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 、そんな感じだった君、知らんかったぜ。しょうがない、撤収だ。この面はもう何もない。焦りすぎだよ、焦りすぎだよ、下手くそだろおい。おお、もういい。おう、怖いな。うまくいったことないな。あー、はい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 、砂ね、砂丘ね、鳥取かな、ここは鳥取かな。そうそうそう、あったね、この面あったね。そう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 、あー油断せずに行こう、油断せずに行こう。意外と面短かったっけ、ステージの面って。こんな一個一個短めだったよな。か、お、出てきた、真剣衰弱だ。あれ、さっきと同じか、まさか。さっきと同じじゃないのか。あカロンもなんか後期の方が可愛らしいよね、手が生えて。あ、これカロンだっけ、違ったっけ。キャラの名前までは覚えてないが、これがドスンなら間違いない。テレサでしょ。そんなテレサ初期早かったスピード、お前早くねえか動き。うう、確か攻撃しても死なないんだよね、こいつね。ボス？じゃなかった。うふう。
よし、イエス、ボスかな、ボス。途中で軌道修正するのやめろや、お前マジで。はいはいはい、よっしゃそうそう、こいつ尻尾で倒せないんだよね、確かね。確か倒せなかったような、倒せたような、どっちだっけ。倒せないわ。今度は取るよ、俺は今度は取る。 OK、 OK、 嘘言ったやん今。ああいたね君、いたね。あれ、おっと、これどっかね、あの P があるとかいうオチじゃなくて、これ。くそ。くそが。あ。あー思い出した、これあの早く走るやつだったっけ。そうそうそうでした、そうでした。もうちょいだ、よっしゃー、イエース。お、意外とでも覚えてるもんだね。オルゴール、これはこうなるよね、これはわかるんだ。あー、ここで捨てたけど良かったんだろう。あ、もう。取れねえじゃん。いやまだいける。あ。来た。あ、やっぱそうじゃん。あれ？キノコ、ここがスターだったはず。でワンナップでしょ。
っちがキノコ？あった。あーなるほど、じゃあそうだ。すごいダイナミックなあれしてくる人みたいな、ブレイクダンスをやめろよお前。よいしょ、イエス。そうそう、スーファミに入る前ですよね。タヌキに関してはもうこの頃からありましたよ。だから初めてだがタヌキ見た時はすごい良かったですよね。あら、毛虫だ。大変大変、王様がこんな姿に変えられたよ。魔法の杖を取り返してください。やったるぜ。だこの時だっけ、クッパの子供たちが初めて出てきたの。つまりクッパって既婚者かシングルファーザーかどっちかってことだよね。もしくは両性具有かどっちかということになるね。両性具有とは言わないのかな。爬虫類的な観点で言うと、あー雌雄同体か。そんな難しいこと考えてやってるやつはいねえだろうよ。いたよな。いや言ってない、いたわこいつら、いたわ。そうそう、あこいつら倒せない、あ倒せる、ああちょっこれはまずい、これはまずいですよ。ああそうそう、この移動して追いかけるのめんどくさいんだよねこれね。結局物見状態で、でん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 、攻めろ攻めろ攻めろ、ふぅふぅ、あれしまった。あ、長押しか。ありがとうございます。よかったよかった、元の姿に戻れた。お、またピーチから手紙が。ピーチ、お元気ですか。白いブロックは敵を蹴散らす魔法の力があるそうよ。宝物を一つ送ります。何かのお役に立ててください。ピーチ、やったぜ。あ、そしてワールド3、早速